アルガミシュの言った通りだった。あくどいフェニキア人たちは一見宝石とおぼしき無価値なガラス玉をアズムールに売りつけたのだ。だが私はアルガミシュに言われた通り、もう一度稼いだ銅貨の10分の1を蓄え始めた。すでに習慣となっていたから難しいことではなかった。12ヶ月後、三度アルガミシュが初期の部屋に現れて私に話しかけた。この前からいかほどの進展があった。きちんと自分に支払っています。そして盾職人のアッカーに青銅を仕入れる金を貸して4ヶ月ごとに利息を受け取っています。よろしい。ではその利息をどう使っておる？蜂蜜と上等のワイン、それに香味入りのケーキを堪能しております。それからシンクの上着も買いました。いつか若いロバも買って乗ろうと思います。アルガミシュはこれを聞いて大声で笑った。貴公は蓄えが産んだ子供を食いつぶしておる。それでどうやってその子供らに働いてもらうのだ？どうやって子供らに孫を産ませ孫たちに働いてもらうのだ？まずは金の奴隷を大勢手に入れ、その上で憂いなく美食を楽しむがよい。そう言ってアルガミシュは三度立ち去った。それから2年の間、まみえる機会はなく、次に現れた時アルガミシュはかなり高齢になっていて、顔には深いシワが幾重にも刻まれ、目の輝きは弱まっていた。アルガミシュは言った。アルカド、夢に見た富の頂にはもうたどり着いたか？私は答えた。望んだほどの高みにはまだ至りませんが、いくばくかの蓄えはできて、その蓄えが金を稼ぎ、その稼ぎがさらに稼いでくれています。いまだにレンガ職人の助言を仰いでおるのか？レンガ作りについてならレンガ職人が良い助言をしてくれます。私はそう返した。アルカド、貴公は学ぶべきことをしかと学んだ。まず得られる稼ぎより少ない額で暮らしていくことを学んだ。次にその道の経験を積んだ人間に助言を求めることを学んだ。そして最後に己のために金を働かせることを学んだ。貴公は金を手に入れ、金を蓄え、蓄えた金を使うその術を己に教えた。それゆえ責任ある地位を担うのにふさわしい。わしは老い衰えつつある。わしの息子どもは金を使うことしか考えず、稼ぐことなど全く頭にない。わしは大きな事業を営んでおって、この先それを抱えていけるかも不安でならん。もし貴公がニップールへ赴いてわしの地所を管理してくれるなら、貴公を共同経営者にして資産を分け与えよう。そういうわけで私はニップールへ赴き、アルガミシュの広大な土地の管理を引き受けた。私は野心にあふれていたし、富をうまく操る3つの法則を我がものにしていたから、資産価値を著しく向上させることができた。事業は大いに栄え、やがてアルガミシュの魂が闇の世界へ旅立つと、かねて個人が法の定めのもとに手配しておいた通り、私はアルガミシュの遺産を分け与えられた。